リバプール、シーズン後のクロップお別れパレード中止。リバプールはプレミアリーグのタイトル獲得を含むユルゲン・クロップ監督との別れの望みが叶わなくなったことからシーズン終了のパレードを中止することになった。リバプール、シーズン終了後の予定していたパレードはプレミア優勝が条件なのか、クロップと盛大にお別れする機運もなくなってしまったか。クロップ監督最後の年にパレードもできないのか、こんなに悲しいことはない。クロップの送別ツアーはホラーショーと化した。レジェンドの最後がこれとはね。シーズン終了後のパレードは白紙か。今季の優勝敗がリーグカップだけでは自分を送り出すためのパレードになってしまうから、そうなってしまうのであればやらないって判断はクロップらしいね。何も見せるものがないからな。ただシーズンを終わらせて、クロップと去る意思のある選手たちにいつも通りのお別れをしよう。それで十分だよ。いよいよクロップとのお別れか。本当に最後くらいは笑おうね。泣いても笑ってもあと3試合、クロップと過ごす最後の月。最後は勝って笑顔で終わりたいね。今季カラバを取って CL 圏入って、しかもアカデミーめっちゃ活躍させて、後半失速しなければ昨季と比べて本当に良いシーズンだったと思うんだけど、終わり方大事よな。最後くらいクロップのためのパレードさせて。